です。いやー来ました愛媛県。愛媛県、四国の3県目です。今日は愛媛県の松山市周辺を観光しようと思います。Yes. はい。グルメとあと温泉だね、主には。うん。うん、その前になんかインスタ映えスポットに行きます。はい。日本で一番海に近かった駅って書いてある。近かった駅。うん。今も駅として使われてる無人駅に行こうと思います。はい、お願いします。はい、はい、着きました。着きました。ここは市営の臨時駐車場。ここから歩いてそっちだね。そっちで着くんじゃない？そこ行きましょう。はい、ここから 150m だ。ね、こっちだね。近道だって。ここだね、下灘駅。ちゃんと駅舎があるんだね。この眺めがまずすごいね。ちょっと今は工事してるみたいで、まさかのコーンが置いてあって全然映えない。残念すぎる。そういうの多くないですか？前もあったね、兵庫であったね。インスタ映えスポット行ったらコーンが置いてあるっていう、あるあるだね。なんか最近なので、この今日映えません。今日映えません。インスタないな写真。インスタない撮っとく。でもこのなんかいいよね、海が背景のこの看板。松山市の方に移動してきました、はい、でもう時間が11時なるんでね、もうお昼で行きたいお店があるんだよね。ちょっと早めに行っとこうと。そうそう、11時オープンだから行きましょう。行きましょう。ちなみにここのコインパーキングが90分100円という安さ、ありがたい。来ました。こっちが松山鯛めしランチ。開けます。おお、でこ、美味しそう。このセットの小鉢もすごいね。なんだろう、これ煮物系？じゃこサラダみたいな。じゃこ天豪華。こっちが宇和島鯛めしランチで、生の方だね。お刺身みたいな。タレを混ぜて、薬味を入れて、そこにその鯛をつけて、ご飯にのせると。美味しそう。つけて、ご飯にのせて。どうですか？うまい？いいね。おけに対してしゃもじ大きくね。大きいね。うまっ。ふわふわ、うん、優しい感じ。耳の方は？うまっ。
これご飯めちゃ進むな。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでございました美味しかったね。美味しかったよ。どっちも良かった。どっちも良さあったね。ああ、そうだね、良かった。良かったね、うん、じゃ次は愛媛と言ったらみかんだから、みかんね、ちょっとみかんジュースを飲みに行きますか。まあ、みかんを楽しみに行きますよね。そうだね。みかんジュース、これで、これギリギリまで入れればいいんだよね。こぼさない。こぼさないように。どこまで行こう。いいんじゃない、いいんじゃない。めっちゃギリギリ。すごい。あ、本当に蛇口なんだね。このぐらいしよう。はい、じゃあ、お店の外でね。そうだね。めっちゃ涙やで思ったから。めっちゃそろりそろりと。よっしゃ。よし、飲もう。落ち着いたよ。濃い？食後にちょうどいいかもね。さっぱり。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ソトカパフェ。めっちゃ美味しそう。やばくない？想像よりもボリューミー。な。じゃあ、いただきます。先に身食べようかな。うわぁ、すごい。皮むかなくてもいいの楽だね。な、楽。いただきます。うん、いや、これ贅沢だな。あ、おいしい。ソフトもおいしい幸せなデザートだ。おっちょっと、やっちゃったやっちゃった。やばいやばいやばい、事件発生。あ、ティッシュティッシュティッシュ、どこ？こんなこんなか。やばいやばい。セーフセーフ。じゃあ、あの、落とさないように食べましょう。ソフトに夢中になりすぎちゃった。いや、グルメ満喫したね。いや、お腹いっぱいだよ。お腹いっぱい。次は道後温泉。温泉に。温泉に入る。もうこんな真っ昼間から温泉に入るっていう幸せだね。本館はね、今2つあるお湯のうちの1つしか入れないんでね。保存修理工事中のため上の湯は休止中。まあ本館の外観を見て別館でゆっくり温泉入るか。すぐ着いたね。近かったね、うん、温泉に入ろうと思ったんですけど、ちょっとさすがにまだ早いよね。ちょっと早いからね。散策ね。そう、散策してから温泉行こう。こっち、これ坊ちゃん時計だっけ、なんだっけ、なんか1時間ごとにからくり時計が始まるらしいんだけど、午前8時から午後10時の間、次の期間を除き1時間ごとに上演いたします。今の時期は30分間隔だね。3月、4月、8月、11月は毎日。あと4分ぐらい。あ、動いた動いた。あ、すごいじゃん。
構なんかしっかりだったね。なんかね。で3行って、ここが道後温泉駅。すごいレトロだね。スタバがある。でそこに坊ちゃん列車があるよ。動いてないから乗れないけどね。そう乗れな。3月18日から動くらしい。あと数日後だね。でも置いてあるの嬉しいね。見れるよ。日本最初の軽便鉄道ってどういうこと？ああいうちっこいやつってことじゃない？あ、へえ、あ、軽い列車？うん、へえ。すごくないここ？ここは別館だね。道後温泉の別館。そう、そこが別館。なんか蜷川美香さんのコラボらしい。ぽいよね。なんか映えてるよ。映えてる？いや、ごめん、嘘。映えてる？ここめっちゃ綺麗じゃん。一応ここに後で来て入るんだよね、温泉に。うん。その予定。なんでそんななんかレポーターさんみたいな立ち方。いや、ただ止まってるだけ。本館？すっごい派手になってる。最近ずっとこれなんだよね。前はさ、うん、ちょっとこっちは見えたんだよ。あ、そうなんだ。何年前に来たの？2年前ぐらい。ちょっとちらって見えるとこないかな、本当の建物。ここからぐるっと回って向こう？ここだ。これが本物の本館だ。もうでもすぐそこから囲まれてるんだね、工事。でもまあ完成するのが2024年って書いてたはず。あ、1年後か。1年後だね。じゃあまたいつか来た時は見られるかも。ちょっと坂登ったら全体見えたね。こんな感じなんだ。なんか車庫に入ってるみたいじゃない？建物がすっぽり入ってるみたいな。まあまた1年後以上先で見に来よう。そうだね。うん。逆にこの外観がレアだからね。鮮やかな外観楽しもう。ちょっと歩き疲れた。温泉行く前にね、一休みしないと温泉で余計疲れちゃうし、おやつを買ってきました。今3時ぐらい。あ、もう3時半だ。一六タルトのね。あ、なんか取れそう。一六タルトの天ぷら。一六タルトっていうのがこの辺のメーカーって感じ。うん。をなんか天ぷらにしたやつ。いただきまーす。いただきまーす。あ、天ぷら。うん。なんか柚子っぽい。あ、でもいいねこれ。うん。あの揚げ饅頭みたい。うん。温泉といえばね。そうそうそう。うん。うん、ペロッといけた。お、本館はもうね、男性本日案内終了。女性は整理券配布中。あ、別館はね、変わらず0から15分待ちだよ。うん。行くか。休憩してから。一休みしてから行こう。うん。オッケー。はい。今日ね、おやつ買ってきたんだよね。霧の森大福ってやつ。抹茶の大福みたいな感じだよね。うん、なんか多分、ね、中に多分クリームとか入ってる感じの。すごい、なんか抹茶の粉が乗ってんだね。ね、
抹茶の粉で包まれた大福だ、うん、いただきます。うん、柔らかい。めっちゃ抹茶。これなんか人気のお菓子らしいね。嬉しそうに買ってるおじさんいたもんね。いたいた、もうがっつり箱入り買ってたもんね。よかった、買った、ね、あったって言って。うん、本当だ、すごい抹茶だ。抹茶多め。やっぱ抹茶、クリーム、あんこの組み合わせ最強じゃない？あー、クリーム美味しい。温泉どうだった？まあ、広くて比較的人はいたけど、うん、ゆっくり入れた感じ。うん、そうだね。だから、お湯はね、別になんか特別こう、匂い嗅いでも、あ、なんか意外と温泉感はなかった、うん、あんまり性質とかあんまり詳しくないけど、結構サラサラな温泉なんだろうね。ちょっと新しくて綺麗な建物だから快適だったよね、うん、そうだね。うん、アメニティもさ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープがそれぞれあって、うん、結構手ぶらでもまあ、うんうん、いけるといえばいける。あ、思った思った。タオルも貸しタオルが50円とか書いてあったし、うん、ほんと手ぶらで行けると思った。若い人多かったよね。まあ、でも次行くなら本館に行きたいかも。うん、まあ、完成したら行きたい。完成したら行きたい、うん、ね、ほんと。愛媛1日目から結構満喫したんじゃない、うん、がっつり松山市と道後温泉と有名どころを行って、うん、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさーい。